はい、どうもタクタクです。陰陽エクリプスやっていきましょう。このブレーカーボックスの鍵ね、これを探しに行きたいんだけど、機械室なんだよね。機械室、これ怖すぎ。なんか光った。ああ、これね、これスクショ。ちょ、ちょっと前回写真撮ったような気もするけど、ちょ撮影が久しぶりだから。71、 OKOKOK。 でこれどこに行けんだろう。でこれ関係ないもんね。行ける場所ある。あと、あれ一回なんか下に人影みたいのがあったから、下に行くみたいな話にもなっていたような気がするんよな。お、何を。え、あ、やばい、先輩が、冷えた先輩、この野郎どうやってそこへ。先輩から離れろ。やばい、やられる。生きてんのかな。やめろー。あ、そっか、憑依したってことか。これはかなりやばい時代になったわね。くそ、早くどうにかしないと。橋だ、早く橋になるものを探そう。早くしないと先輩が奴に突き殺されてしまう。そんな早く探せるもんかな。ん？エレベーターに乗る。あ、乗れる？あ、乗れた。マガダムドロップ。ようやく進んだかも。誰かいる。あ、生き残りだ。女の子、火。メガネをかけた男性。誰だ。不良っぽい男性。うお、貝か。どっからでかかって、こう言ってんでいい。地方上のじじい。ばあさんや飯はまだかの。チョイスよ。生存者。いや、皆さん。彼は貝じゃない。公安お御用事ですよ。どうやら、救助が来たみたいです。本当か、そりゃ。たく、来るのがクソ遅えってんだよ。我々が来たからにはもう安心ですよ。ばあさんや飯まだかと。じいちゃん、救助来たということは、上に湧いた貝は選別されたというわけ、選別されたというわけか。いや違う。実はまだ上の貝の貝は駆除できておらず、避難経路も確保できてません。もう安心という発言には少し語弊がありました。訂正します。あん、そいつはどういうことだよ。救助を制くせに、それには、貝駆除にまだ手こずってるっていうのか。じゃあ俺たちはずっとここで待機ってか。ふざけんじゃねえぞ、こら。お兄ちゃん、そんなこと言っちゃダメ。この子だけ守りたいです。ああ、悪い。ついカッとなっちまった。お兄ちゃん、大人げないよな。悪い。スイーパーに食っちまった。あんたっていろいろ大変なんだもんな。俺すぐ熱くなっちまう。困った頭でよ。いえ、こんな状況下ですし、冷静にはいられないのも仕方ありません。すまねえ。冷え直しになるかわからないが、自己紹介させてくれ。日の熊浜助。うん、もうすぐ忘れそう。後ろの竹鶴の頼りない兄貴で、竹鶴の作文の題材探しに公園に参加してたんだ。なんてこと。ばあさんや飯はな、このじじいやべ。このじいは多分地方省で近所に立ってる病院から脱走してこの施設に迷い込んだんだろうな。足腰は元気だが、どうやらこいつは90歳近く年いってそうだぜ。こらこら、浜助君、地方省という言い方は良くない。認知症と言いなさい。あとじじいという言い方をね。あ、悪い。ではこの場を借りて、私は、タクアン
相馬っていうんですかね、こう見えて町医者をしています。呪術治療の資格だって持ってるんですよ。お、すごい。柳橋の公演に飛び入り参加したのですが、まさか回避災害に見舞われるとは。ところで他の隊員が見られないですが、なぜお一人でこちらに。順を説明します。カクカクしかじかな、移住してが発生してたと。このコミュニティセンターちょっと大丈夫か、今先輩取り憑かれてるんだけど、うん、結果が張られてて、うん、そういうわけなんですよ。生存者を探索しつつ、班の体制を立て直そうとしてるんですが、次から次へとトラブルが発生していまして、結界を張った人物が誰なのか特定もできぬまま打開策を見つけられずにいる状況です。要は積んでるってこと。ばあさんや飯はまだかのこのじいさん、なんか怪しいな。なんかこいつありそうだな。まあ一人でも海と戦えるやつがいてくれるだけでまだ救いがあるってもんだですね。いずれ外部から救助の、増援が来るとしても、待ってる間に海たちに押されてしまう可能性は十分あった。海が来てくれたことが、僕らにとって大きな延命につながったことは確かです。おみおじさん、悪い海が来たらやっつけてくれる？うん、約束するよ。僕はここにいる全員を必ず生きて脱出させる。期待されちゃってるわよ。君本当は新米さんなのにね。確かに新米だけど、ここは死の子の言ってられない。この人たちを守り抜いてみせる。それが誇り高き公安大宮寺の使命。頼もしいじゃねえかよ。おい、口ばかりじゃねえことを期待するぜ。かっこいい。ところで皆さん、なぜご無事なんです？そこの町医者にみんな、ついていったんだよ。地下はとりあえず安全だって言うからさ。いや、このばあさんや飯山だかの、ほら、海って海抜より運メートル下には発生しないって、なんかそういう研究データありませんでしたっけ？いえ、ありませんけど。ないのか。まあでも地下には海は今のところ湧いてませんし、結果オーライですね。そうなの？エレベーターの電力供給を止めたのは俺なんだぜ。おかげで海は一匹も地下に来てねえ。なるほど。もう壊した後どうやって上に戻るつもりだったの？上の階にはエレベーターでしか行けないんだよ。まあ確かにそうだけど、助けは来たわけだから結果オーライってことで。とりあえず皆さん、申し訳ないですが、ここでの籠城はもうしばらく続けてもらえませんでしょうか。できるだけ早く、避難経路を確保しますので、もう少しだけ辛抱してください。心ばかりですが、ここに我が式神花子さんを置いていきます。え、ちょ、波の貝数十体と互角に戦力を用意します。なので役に立つと思います。こうちゃん、そうなると君これから単独で貝と戦いながら探索する羽目になるけど、いいの？私の式神パワーなしであんな大量の貝相手にできるとは思えないけど。無謀な行動かもしれないけど、生存者の身の安全を確保することは何より先決なんだ。確かに君の力なしじゃ不安だけど、でもここはこうするしか道がない。わかった、私君を信じるよ。なんだかんだ私なら大丈夫だそう、あんたなら大丈夫そうだし、早く、避難経路を、見つけて戻ってきてね。うん、ありがとう。状況は飲み込めていただけましたか？はい、私たちはそのおかっぱの式神のとここでおとなしく待機してればいいんですね。まあ待つのは嫌いだが、お前のその黄金の覚悟に免じて何日も立てこもっててやるぜ。黄金の覚悟。え？もう来たけど。ばあさんや飯はまだかの、お前とてつもないタイミング。ばあさんや飯はまだかの、ばあさんや飯はまだかの、おいじいさん、静かに。何が来てるの？下まで降りてきたのか。ちょっと確認してくる。待って、ここは私も見に行く。わかった。でも何もなかったら戻ってこの人たちの守りに努めるんだ。うん、なんか来たんやろうな。同じことしか言わねえ。これはもうボス戦ってことなのかな。きっとそういう気がするぞ。データ200個目作れるからセーブし放題。嘘。おすげえ。すげえ。すごい。こんなセーブできるの初めて。エレベーター。いないけど。こっちってことか。暗。
まあでもドロップ。電子ロッカーかって。どうやらこの部屋は倉庫みたいだね。備品を保管しているためか、電子ロッカーかってみたいだ。復旧させなきゃいけないか。お、ええー、何者じゃ。え、一緒に誰か来た。謎の男。おやおや、こんなところまで生存者の探索捜索に来るとは。香川さんみたい。熱心な公安大名字だ。一方的に本題に入りますが、あなたは川本。お、面白いませんね。いかにもそうです。ふむ。あなた確かに川本公美。ふふふふふふふ。どなたですか。式紙を、携えているので、大名字とお見受けするのですが。てか、なんで僕の名前を。お、これから一切の質問は受け付けません。なぜなら、あなたはもう用済みになったからです。証拠隠滅のため、私が直々に処分させていただきます。何？冗談ですよね。僕たち初対面ですよ。ノンノン。あなたは私と、ちゃんと人差し指を左右に振りながら、私の初対面かもしれませんが、私はあなたと初対面ではありません。ずっと監視していましたから。ちょっとこうちゃん、こいつとてつもない殺意を発しているわ。気をつけて。この男マジでやる気か。ほう、あなたの色目はなぜかピンピンしていらっしゃる。風魔の札を仕込んでおいたはずなんですがね。な、今なんて言った。川本、冷田、松尾の3人の式紙には風魔の札を仕込ませておいて、ある程度の段階で発動させ、あ、消化を封じ、戦力無効化を図ったんですが、あ、なんかそういえば、こんなのあったわよみたいなの言ってたよね、花子さん。あなたの場合、偶然その札を剥がしちゃったようで、花子さんは無事なのが誤算でしたね。花子さんの背中に貼られていた札、あれは式紙の動きを封じる呪具だった。仕込んだってお前は何者だ。そしてさっきの質問の意味は何だ。あの謎の怪異と関係があるのか。答えるだけ無駄ってもんですよ。どうせあなたはこの私に褒められる運命なのですからね。あなたはもうおしまいです。な、まあそうは言っても自己紹介ぐらいはしておきましょう。さぬきてるゆき。大丈夫なのかな。香川じゃない、香川県だから。じゃあもう直接的な感じじゃないか。今いろいろ問題になってるんだからな。世界を股にかける国境なき呪術団の、所属呪術師です。国境なき呪術団、今確かにそう言ったのか。国境なき、何それ。最近世界を騒がせている多国籍の呪術師で構成された、過激思想テロ組織だよ。世界各国の施設を攻撃したり、非合法の呪術兵器の開発などを行っている悪の組織だ。そんな奴がなぜこんなところに、何を企んでるって言うんだ。悪？我々は世界に核変をもたらさんとしているのですよ。世界を秩序ある姿に作り変えるのです。ただ変革には少し犠牲が必要だというだけの話。平和を生み出すには必ず血生臭いことをしなくてはならない。我々はただ必要最低限のことをしているだけ。あなたにはそれが悪に見えるのですか。哀れな男だ。いいですか。テケテケ、これテケテケだったんだ。この奥から生命反応が出ています。おそらく生存者でしょう。まあ殺さずともいずれ死ぬでしょうが、念には念を押すのが我が主の方針だ。お前その生存者の抹消に向かいなさい。この男は私が直々に消します。やばいやばい。花子さん、あの男とは僕が戦う。君は生存者たちのところへ戻って彼らを死守しろ。わかった。君、主人公を気取って死ぬなんて真似はしないでよね。お前の目的が何なのかは知らないが、誰一人傷つけさせはしない。かっこいい。いけてけてけ。はやてけてけ。な、早すぎる。花子さん頼んだぞ。お、どんな戦いになるのか。お、気合でヒットポイント SP が全開して。そんな待ってよ。オーク、オーケー、はいです。呪術式コマンド聞くのか人間に。
おしまい、オッケー、おしまい、おしまいです。おしまい、勝てそうだけど、倍返しだとか出てきたらもうアウトな気がする。ふふきょうでいいのかな。ぜつぼう、まだまだやる。おしまい。な、すごい顔してる。この力、こんなガキにこれほどまでの戦闘力があるとは。あ、侮りすぎたか。クワモト、クキクキキキキキキキ、ファキュー。お、どうした？ん？こいつ何か隠し持ってたの？工作用の道具か。プラスチック爆弾。倒したってこと？次はテケテケか。やばい、花子さんが。はは、花子さん血だらけだ。やばい。花子さん！やめろー！あ、やめろ。お前の負けだ。これにしようか。当初花子さん大丈夫か。花子さんしっかりするんだ。死ぬな。こいつ重傷だ。しきがみとはいえど大丈夫なのか。この傷はさすがに。ぐすん、お姉ちゃん死んじゃうの。一億総動員、一億総動員言うてるよ急に。本州は何としてでも死守するのじゃ。戦争の記憶か。彼女はあの白い凶暴な貝から我々を死守してくれた。戦力差があるのにもかかわらず、我々の盾となって攻撃を一心に受けたんです。彼女いなかったら我々は何としても助かってほしいところですが、クソ。たくあん医師、死神に対して行える応急処置はないんですか？あなたもご存知のはずでしょう。基本、式神は消耗品なので、式神に対しての治療法なんて確立していません。強いてあげるとすれば、人間の鮮血ですかね。人間の鮮血？その辺にゴロゴロ転がってる。貝が人間の血を摂取して自分の傷を治療していたという事例があるとかないとか。どなたか刃物を持ってませんか？バタフライナイフなら持ってるぜ。あぶねえ兄ちゃんだな。普通持ってねえだろ。貸してください。まさかあんた。貸してください。ぐっ、ちょっと花子さん、僕の血を飲め。ううでもさあ、ううああこうちゃんの血おいしい。そうかならよかった。僕が許す限り好きなだけ飲んでくれていいよ。いや死ぬなよ。お前も失血多量あるから。おいしい。花子さん、そんなにすると僕の血が空っぽになっちゃうよ。大丈夫？大丈夫？ごめんね。いいんだ。この人たち何やってんの？何や、こうちゃんおいしい。いつまでやってんだよ。早いな。いや、何これ。おい、そんなに血を流したら死んじまうぞ。そろそろやめとけよ。自分の血液空っぽにする気か。逃げるは、大和魂の恥。行けるところまで突撃じゃ。お名字のお兄ちゃん、顔色が。だけど、花子さんの表情がさっきよりも穏やかに。あ、でも、かもつさん、それ以上はいけない。それ以上は、いけません。これぐらい大丈夫ですよ。彼女は僕の恩人なんです。少しでも生きてもらわないと。それより皆さんに重要なことをお伝えしなくてはいけません。重要なことですか？
この怪異災害はテロリストによって人為的に引き起こされた可能性があります。僕もさっきテロリストらしき呪術師と戦闘し排除しました。そいつの発言からしてまだ何人か仲間がいるようです。皆さんは今から部屋の出入り口に頑丈なバリケードを作って絶対に出ないように心がけてください。ちょ、テロリスト、そんな平和な日本、こんな平和な日本でこんな地方都市にあるごく普通のコミュニティセンターでか、とんでもないことに巻き込まれたようですね。もしかしてそのテロリストというのは最近世間を騒がせている、おお、よくわかったね。国境なき呪術団ではないでしょうね。国境なき呪術団の可能性が高いです。そんなしかし、なるほど、テロの仕業だとすると、この建物全体に警戒が張られている現状に説明がつく。あくまで憶測、推測ですが、今回の柳田邦彦氏の演説を狙って計画的に行われたテロかもしれませんね。はい、もしかしたらセンター内に今なお、潜伏中のテロ呪術師が生存者を装っているに、この階層に降りてくるかもしれません。確かにな。そいつらの目的は今のところ不明ですが、この施設内の生存者を一人残らず殺そうとしているみたいです。なので、もしここに人間が来ても絶対バリケードを退けないようお願いします。あ、わかりました。僕はこの後すぐに避妊経路の確保のためこの場を離れ上の階へ戻ります。安全な逃げ道が確保でき次第、すぐさまここへ持ってきますのです。申し訳ありませんが、もう少し辛抱していてください。何度も言いますが、僕はこの部屋を去った後、丈夫なバリケードを作って、道具へ、もう、おお、わかった。頼んだぞ。天皇陛下万歳。急に、それで、そこに倒れている試験花子さんですが、次元回復し、意識を取り戻すでしょう。回復しましたら皆さんの護衛任務に復帰できると思いますので、安心してください。花子さん、僕も一人で頑張るから、君も頼んだよ。ダメよ。言っちゃダメ。お兄ちゃん、さっき血を流して少し顔色が悪いじゃない。少し休んだ方がいいよ、絶対。本当だぜ。あんたこの先、根性で乗り切ろうとしないか。それも無謀だぜ。お気遣いありがとうございます。しかし休んでいる暇はありません。お、てかもう一人、陰陽師。くすん、無茶すぎるよ。そこまで自信があるなら何も言わねえ。気をつけろよ。はい、必ず避難ルートを確保してあなた方をこの地獄から救い出しますよ。あ、待ってください。これを、この部屋の隅っこで見つけた鍵です。何かの役に立つかと思いまして。ブレーカーボックスの鍵！助かりました。お気をつけて。式神召喚が封じられた。無謀な輸血により1ポイントが1ポイント下がった。建物内を隅々まで探索し、生存者の避難経路を確保する。冷えた霊子を救い出す。冷えた霊子ちゃんと忘れられてなかった。大丈夫だった。はい、というところで今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次回よろしくお願いします。それでは、したっけ。